さあそれじゃあ今回もグランプリに挑戦していきましょう。さあ 200cc、さあ今回使っていくキャラクターは誰がいいかな。今のところグランプリレースで使ったことがないキャラクター大体使ってると思うけど、うん、村人系はあまり使ったことがないかな。じゃあ村人の男の子使っていこうかな。はい。さあそして使っていくフレームは何がいいかな。加速が高い方が若干有利なイメージがあるけど、お、タイヤだけでこれだけガラッと変わっていく。うん。お、バランスタイプ。うん、バランスタイプがいいかな。でも加速値がちょっと低いかも。じゃあローラータイヤに切り替えて、こんな感じかな。滑りやすいけど、まあなんとかなるかな。さあ外見は？うん。これは結構なんか見た目が結構シュールだな。でかいスニーカーに小さいタイヤ、まあいいでしょう。さあ今回挑戦するのはフラワーカップ。さあマリオサーキットやキノピオハーバー、ねじれマンション、平方鉱山と、この中ではやっぱりねじれマンションと平方鉱山がちょっと難しいかな。頑張っていきましょう。 OK。 さあまずはマリオサーキット。うん、ここ 200cc で曲がっていくとしたら結構大変かも。長いカーブをなんとかうまくドリフトで曲がってウルトラミニターボ使っていきたいですね。速くなりすぎるかも。さあ重要なファーストレース。さあまずはロケットをスタートからハイエー、相手を取られていく。しょうがない、これは絶対まずいことになる。おーっと支えた。よし。さあ相手を2個欲しい。取れた。とおーっとコイン。さあコインゲット。 200cc はコインゲットした方がいいかな。おーほっ。さあ耐え、さあブロック、コインコイン、あ、通ったらもう10枚持ってた。ほっ、おーい、ガツン。さあ曲がって、ほっ、おっと、いいですよ。さあここはインを攻めていきましょう。さあほっ、あージャンプしすぎ、これはダメだ。あそこ罠だ。結構、あ、しまった、今のは全然目に入ってなかった。これはまずいぞ。まあ助かったと言うべきか。うん、ジャンプ板とか乗る場所ちゃんと考えないと危ないってことだ。さあここは曲がってコインゲットしていく。ほっ、よし、いいぞ。さあ最大速度、さあトップスピードに乗って、ここは飛んでいいでしょう。この後が結構きつい。あ、しまった。おーっと、さあ立て直して、ちょっとまずいかな。さあ逃げ切るか。ふー、危ない危ない。ちょっと長いカーブ長すぎて、そろそろ曲がっていいかなとか言って思っちゃって、うん、危なかった。じゃあ次のレースへ。さあたどたどしくファーストレースをクリアした後にキノピオハーバー。ここは、あ、こっちの方が余計難しいか。どうなんだろう、あのジャンプ板乗っちゃいけないような気がする。あと2つあるルートどっち行くか。最後のコーナーはやっぱり普通に行った方がいいでしょう。さあまずは右に曲がる。ここは一応、あーちょっといきなり押されていけなかった。まあいいか。さあポイント取って、お、さあ止まっちゃった。これは、さあ2個相手のボックスあるけど、ショートカットの方選んでいく。どうなんだろう。あ、だだだだだだだ、うわー危ねえ。さあこれは上の方に行っちゃう。ほっ、わ、ちょっと、あー落ちる、落ちるけど意外と順位落ちない。おーおっ、ゲット。さあこれ嬉しい。さあ1位にぶつけたい。とう、よし。さあどうかな、そこじゃ当たらなかったっぽい。これ曲がりきれないじゃん、普通に乗れない。あばばばば。さあコインゲット。お、
よし、立て直して、やっぱりこっちかな。さあ曲がりやすい。さあギリギリ曲がった。とう、うわー早すぎ。ふう、さあブロックしていきましょう。さあベビーマリオが近づいてきてる。ここは曲がって乗ってみる。さあ冒険、おお、あぶねえ、来た。さあちゃんとブロック、うわー助かったというべきか。よし、さあ乗りやすい、いいぞ。あ、おーよかった助かった今の避けられなかった。ウェーイ、取れよ。さあ乗れていけない、乗れてない。わあどうなるこれは。あーちょうどよく当たる。わあこれまずい。さあついてないぞ。なんとか逃げ切れるか。逃げ切った、よかった危ない途中アイテムちょっと取れてればな、コインになっちゃうかもしれないけど、取れないよりかは確率があるから、まあしょうがない。じゃあ次のレース。いやなかなか 200cc はこうちょっとだけ動くっていうのが難しいですね。さあサードレースはねじれマンション。ここはまあ最後の手前、あのジャンプした後にどっちのルートに入るか、あれが結構難しいかも。やっぱり上かな。さあギギーと開いて、さあロケットスタートちょっとミスる。ほい、さあこれは装着して曲がりましょう。コイン重要、置いてっちゃえ。さあ2個取れない。お、さあ曲がって曲がって置いてっちゃおうかな。すいませんちょっと嫌がらせしようと思ってバランスが崩れた。さあ上の方に行く。これはえ嘘。さあコーナーリングを普通にミスるだと。おおラッキー、なんだついてる。ギャーやるなあいつ、くそー置いてっちゃえ。いやー今のはちょっと予測できない。わーひどい。さあこれは我慢の時、これ後ろに投げてくるパターンなんじゃないの。ちょっと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 っ、さあ赤コーラちょっと嬉しくない。さあいつの間にか1位だと。ほい、さあコインゲットして飛ぶ。今度こそ上行きたい。よし、さあブレーキかけてけど全然曲がれない。これはドーン、わーこれラッキー、ちょっとうまく使えてないけど。さあ飛ぶ。さあこれはしょうがない我慢。わー早めにバナナを踏むことで早めのリカバリー、これはすごい。ある意味では上級テクニックと言えなくもない。お嬉しい。これはさあ行けるか。ずっと同じルート通ってるけど、まあいいでしょう。見えねえぞ。ほっ、取れてない、またか。さあブレーキかけて、あなんとこれ上のコース結構厳しいかも。よかった、なんとか貯金が生きた。うん、今回結構なんか終盤アイテムボックスが取れなくてめっちゃヒヤヒヤする。さあ次、さあファイナルレースは平方鉱山。ここはうん速度が上がりすぎるから、なんとかブレーキングドリフトができたらいいかなって感じかな。最初のカーブとおそらくまあいろんなところでカーブがきついからかなりやばいでしょう。さあテクニックが物を言うないけど、ウィー。さあまずは曲がって曲がるキル。さあちょこちょこブレーキかけていく。これはブレーキ、あーっとしょうがない。さあ早く復帰してください。こっち。さあこう、おーっと早え。さあ結構辛いことになった。これはどうしよう、ここに置いとくか。いたいたいた。さあなんとか乗れる。ショートカットチャンスだけど、できるかこれ。ここだよね。いけない、くそ無理だとじゃなかったか。おっ、いやー早すぎて無理だこれやらなきゃよかった、罠だ。
さあここから巻き返せるか。キノコ系はねどうしても使い方難しい。曲がれるか、曲がった。食べて、早すぎて制御できない。ふう、お、いい感じ。さあコイン食べてく。さあこれは2個取って、さあブレーキで、ブレーキ取る人、よしよしよし。あー3つ、許さない、許さないけど今ブロック持ってるからやらない。それ当てたら許さんぞ。ほっ、あれ、うおー、くそ。あのベビー、ベビー許さん、マジ。ほっ、当たればいいのに。くれ、よし、ざまー、置いてっちゃえ。ほっ、よし、ここは投げとく。さあギリギリ曲がって、ここでなんとかダメージ受けないでいきたい。2個取っていきましょう。これはよし、いいぞ。あー、いい感じのが出てきた。どんとこい、トゲゾウ。さあ、あー来た。ほっ、完璧じゃん。あー、うっそ、それいらん、来ない。さあここは無理やり突っ切っていく。勝ったー、やっぱりアイテムだよ、よかった。終盤ちゃんとアイテム取っていって、なんだっけ、あのよくわかんないアイテム忘れちゃったけど、ハイライト。さあ最後、涼しい顔して、つかベビーマリオ、こいつさ、俺に何度も攻撃が出やがって。まあちゃんとリベンジを果たす。この判断良かったよね。赤ホール早めに投げて1位を取って、そしてちゃんと凍結を破壊していく。ちょっと見れなかったけど、あとはコースアウトしないように無理やりインを通っていって1位でゴールイン、よかった。さあというわけで、いやーちょっとなんていうか、まあまあ悪くはなかったんだけど、終盤の方でアイテムがうまく取れなくて、敵の攻撃次第では3位とか4位に落ちたみたいな感じのイメージもあったけど、その辺はリアルラックでなんとかできたかな。しかしキノコの使い方めっちゃ下手だな。まあその辺練習したいんだけど、それこのゲームって結局トレーニングモードは搭載されませんでしたね。それ欲しいんだよな、好きなアイテムとか使って練習するやつ、ぜひ搭載してほしい。さあファイナルリザルトは60ポイントで星3つやったぜ。そして新しいマシンパーツもゲット。さあそれじゃあ新しいマシンパーツを見ていこうかな。さあ新しいのはタイヤ、クッションタイヤ。おお。さあ性能はどういうやつだったっけな。あ、スポンジタイヤと一緒だ。うん、バランスタイプって感じかな。加速が若干高いみたいな感じでしょうか。うん、 OK。 さあというわけで今回はまあまあうまくいけてよかったんじゃないかな。トライホースタイヤ、早くトライホースのフレーム部分が欲しいんだけど。でもバイク系か、バイク系は慣れないとなかなか難しいけど、OK。 さあ次あたりはスターカップあたりか。わー出た、ドルフィン岬。ここばっかりは、今まで練習するとか言っていて全然してなかったけど、ドルフィン岬ばっかりはちゃんとやっとこうかな。ワリオスノーマウンテン、ああいうなんていうんだっけ、ひとつなぎのレースコース、あれなんていうかわからないけど、1周目とか2周目がないから慣れってことができないんだよね。だからその辺は見ておいた方がいいのかな。うん、じゃあ今回これまでにしておきましょう。ではまた次回よろしくお願いします。